ドキドキライトチャンネル始まりました。今回は野池に来ております。はい、もう前回と同じ野池、釣れたらとことんそこに釣りに来るっていうね、僕たちのスタンスで。で、まず使っていくのはこれ、どこのメーカーかわからない、この前も釣れたやつですね。はい、スピナーベイト。まあこの前よりは朝一なんでね、はい、釣れるかなと思う感じで、今日も一日はい、やっていきたいと思います。そうじゃかな、竿立って、下ろしとかね、浮くじゃろ、そうやって、そうそう。どうやって合わせるの、ギュッてこっちにする、普通にこっちに引っ張ればいいじゃん、後ろにギュッて、無理やりゃ糸を爆破するよ。いいよ、軽くればいいでね。お、いいじゃん、めっちゃいいじゃん、今の感覚最高で、ゆっくり巻き、手前ね、ゆっくりいいよ、そう、上すぎた、いいよ、巻き、そう、なりたい方向に竿を向けてみて、お、いい、ゆっくり巻いてみ、引っかかりが取れた後、ロプスって言う、俺じゃないです。俺じゃない、カメラマンでした。カメラマンです。はい、ドーンのこのちょっと黒っぽいカラーで43ぐらい、まあ45あったらいいなぐらいが来ました。オーケー、感想はどうです？いいな、ポンポンポン、ポンポンポンって感じですね。あざっす。何でびっくりよ、多分まだどこら辺、普通にあの木があるじゃん、いいじゃん、同じペースで巻いてみ、同じペース、俺も見てみ、ダダ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 、波打ちおるよ、集中、全部に集中して、ちゃんと毎回おるよ。はい、返事だけよ、いつも。はい、同じペース、同じペースで1、2って感じで1、2、1、2、1、もうちょいゆっくりゆっくり、5歩進んでないよ、ツンってきたらもう思いっきりませんね。いいね、はい、いいですね、そこ浅いんでね、ちょっと食い気のあるやつがおるかもしれないですよ。ちょっと早いよ、集中、はい、カメラマンが釣りました。カメラマン2匹目っす、45ぐらい釣れた。で、レイドジャパンのゴリラ、ゴリラを、あ、これちょっと階段をしてください、この階段です、この階段をダラララララってやってたら、この
バスが来る。筋肉マン太郎バスが来ました。来ました。あざます。見た。あざます。もわってなった。見た、うん、でかそうだったけど。あ、こうプシャってなった。あ、こないでてみ。ライちゃん、ライちゃん、ライちゃん、あ、こうプシャってなった。そうそう、はいはいはい。こっち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 。トン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 って。あ、来た。ちょ、巻いてみ、ちょっと巻いてみ。たるみすぎ。あ、ちょっと、グッドでしょ。おじい、やん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 。やっと。とりあえず。スピニングぶっ壊れた。ちょっとスピニング壊れたけど。修理せんと。これはアビで。手段ですね。ちっちゃい。ちっちゃいけど前に出したら大きくね。45ぐらい。ありがとう。ありがとう。緑野郎。もう近づき下手くそなんでて。緑野郎。もう近づき下手くそなんでほら。ほらほら下手くそなんでて。今思っとったのが何もう近づき近づき。ほら立ってないで下手くそなんだけど。ちゃんと巻くんよ。それでもじゃあやることやり。ネギの横の方どうすんの。まあ、そこらへんかな。そこまっすぐ向きになりていい。まあ、もじゃもじゃの木の横の方まで。おお、やるじゃん。ゆっくり巻いてみ。いい、そういうのやったりけんて。僕も投げたいな。僕も投げたいな。僕も投げたい、うん、あ、実はカメラマンさっき釣りました。はい。それが大バックラするやつですからね。ちゃんとする、はい、ちゃんとする、はい。朝一の池に戻ってきました。寒いです。で、使っていくのは、はい、あ、ちょ、みんなに報告する。何を？竿。あ、そう、ちょっと見てもらったら分かると思うんですけど、竿が変わってるんですよね。なったんですけど、アブカルシアのね、スティンガーホーネット、なんと、なんと折れちゃいました。それで使っていくのは。はい、世界の並木の世界の並木の OSP のドライブショットかな。ドライブショット確かの4インチのこのピンクみたいな色、はい、に針は40使っていきたいと思います。じゃあ新潟湯まずめやりましょう。はい、1番4お願いします。はい、1番4なんてそうなっちゃう。いい、大事、いい、超いい、超いい。トン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 って取れたら最高。待て待て、ゆっくりゆっくりゆっくり。おお、どうした。攻めたね。攻めたね。